回初めてを見せてくれるのは福岡市南区の松本芽衣ちゃん1歳。松本家の長女として生まれ、変顔をして笑わせてくれるひょうきんな女の子です。そんな芽衣ちゃんが今回初めて体験したのは初めてのタッチ。少し前から立てそうで立てずにいるメイちゃん、頑張れ頑張れ頑張れ。尻もちもついて泣いちゃいそう。大丈夫大丈夫、ゆっくりゆっくり、うん、今度はどうかな。よいしょすごい、メイちゃんタッチができました。あうん、お上手上手上手。お母さんによるとこのお洋服を両手に持たないとバランスが取れないんだそう。よいしょすごい上手。お気に入りのお洋服の力を借りてご機嫌なメイちゃんでした。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてを体験するお子様を紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。